これからバスで移動です。一緒に。あ、奥にはケンタさんが。じゃん、着きました。今日の夕食。いや、治療やってもらいました。任して。バージャー行くよ。今から試合の方に向かっていきたいなと思います。行ってきます。頑張るぞ。誘ってんじゃん TV ゴー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 。皆さんおはようございます。今日はですね、まあ明日鳥取との第3節アウェーでの試合が、あるということで、まあ今日は前日になるんですけど、今日から鳥取に向けて、出発していくので、またその遠征動画様子を撮っていけたらなと思っております。今時刻は6時50分ぐらいかな。これから9時から練習があるんで、その練習を終えて、鳥取の方に出発します。はい、それでは皆さんこれから練習に行ってきます。はい、皆さんこんにちは。今練習が終わって、これから鳥取、明日鳥取との試合なんで、これから鳥取に向けて出発したいなと思います。12時出発で、鳥取に着くのが、鳥取のホテルに着くのが、17時の予定なんで、まあ、5時間のバス移動ということで、まあ、ちょっと長旅かなというところですかね。はい、まあバスでの移動ですけど、まあ、リラックスして、移動したいなと思います。思います。はい、ということで、またバスの様子などもね、しっかり撮っていきたいなと思ってるんで、皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは行ってきます。レッツゴー鳥取。これからバスで移動です。いや、梅子君で撮らないでください。あ、まあ、これあれだ。映ってないでしょ。映ってないよ。これ、ミキちゃん一緒に。あ、奥にはケンタさんが。映ってないやろ。映ってる。これあれだね。今から出発です。説明書読まんでも大体使い方分かる。大体分かる。もう機械音痴だから森脇。出発です。
バスやばい。バスはありがたいけど首がもう動かんないな。バグってる。バグります。オムもバグってるけんやん。はい、死刑。いや、オーラがある背中。サネちゃん、最後の休憩。いいか。疲れてる。移動どう？最後の休憩です。ただいま。15時半。もうちょっとで。鳥取に到着です。あと1時間半ぐらいバスに揺られてホテルに向かいたいなと思います。みんなサッカーを見たり各々の時間を過ごしてるって感じかな。Thank you.
とでホテル到着かな。今4時半なんで、あと予定では30分ぐらいで到着予定ですね。もうちょっとだ。ホテルに到着、到着、到着。長かったね。長旅でした。思ったよりあっちまついたね。さっき途中寝てたしね。寝てないの、5分ぐらいしか。いや寝てたよ。もう5分だけね。J リーグ見てたらね、リキ。あっという間ついたね。あっという間だったね。ちっちっちった。モリ君どの試合見てたの？これはね、もういろいろ。いろいろ見る。20試合ぐらい見てた。勉強になったっすか？勉強になった。明日頑張る。20試合。めちゃくちゃ適当やん。マルさんが出てきました。原さんもいる。ホテルに着きました。いやー、長旅だった。着いたね、オム。着きました。もう長旅やったね、しゅんちゃんね。決戦の地にね、決戦の地に着きましたよ。90、903号室。この隣やないですか。マジめっちゃ嫌やん、それ。もうオムのなんか後ろ姿撮るの嫌やな、なんかこれオムのさ、じゃあ回さバッグ、何バッグすごいじゃん、ビトン。うさみ、うさみくんもらったんですよ。マジすごいっしょ。あげるっつって。そう、すごっ。大サービス。ビトンのガンバカラーやん。ガンバカラー、そう言うとちょっといろんな。ガンガンせんといてな。ただじゃあ隠さないでよ。音楽ガンガンせんといてな。あ、MC 出場要請ってこと。音楽すごいな。おい、ここだ。オム横じゃん。よろしくね。お願いします。頼むよ。もう変な声出さないでよ。なんかマジで嫌な顔してる。してないよ。気をつけてね。じゃん、着きました。今日のホテルです。いやー、着いたぞー。今日の宿はこんな感じですね。よし、ちょっとゆっくり休むぞー。冷蔵庫開いてる。なんで。部屋からの鳥取の見晴らしはこんな感じですね。結構9階なんで、いいロケーションだ、これは。見晴らしが良くて最高です。ちょっと曇っちゃってるけどね。はい、皆さんお疲れ様です。無事にホテルに到着しました。今時刻が4時40分。だいたい愛媛を出発して4時間半ぐらいで、鳥取に着いたっていう感じですかね。はい、結構しんどいかなと思ったんですけど、そこまで、しんどさは感じなかったですね。まあ今日ちょうど移動中にね、J リーグの試合をたくさんやってたんで、まあいろんな試合を見ながら移動することができたんで、なんかあっという間にホテルに着いたってい う体感的にはそんな感じですね。なんで4時間半バス乗ってましたけど、まあ休憩もね3回ぐらい挟みましたけど、まあ体も疲労することなく到着したかなっていう感じですね。
で、鳥取に着いたんですけど、結構寒いかな。結構松山とはやっぱり違う寒さですね。今日の松山もまあ寒かったは寒かったんですけど、まあ、鳥取に来て、松山より寒いなっていう感じをしました。はい、ということで、次が6時から夕食なんで、それまではまあ二時宅したり、部屋の方でゆっくり過ごしたいなと思います。またカメラを回します。今からちょっと夕食まで時間があるんで、ちょっと皆さんに森脇のバッグの中身を紹介したいなと思います。いやー、もう恥ずかしくなっちゃうけど、森脇が今日持ってきた荷物たちをね、皆さんに紹介できたらなと。まあ毎回、遠征動画でも紹介させてもらったんですけど、あんまり変わり映えないですね。てか一緒だと思います。はい、今日持ってきたものを紹介できたらなと思ってます。こちらです。じゃん。こちらが遠征のバッグなんですけど、スーツケースに出てきたものなんですけど、まあちょっと荷物出したいなと思います。この入れたままでもね、わからないんで、ちょっと出したいなと思います。はい、皆さん、こちらが今バッグから取り出した荷物たちですね。はい、前の、遠征動画かな、あんまり変わり映えはないんですけど、今日はこのアイテムたちを持ってきましたね。はい、まあ、まずはこれ、寝巻き、寝巻き、まあ自分の誘ってんじゃん TV のオリジナルグッズの T シャツ、ロン T なんですけど、寝巻きにしてますね。はい、でパンツと、これが下の、勝負パンツですね。はい、あとはバッグ、洗面用具ですね。洗面用具、化粧水とかのポシェットで、これが充電器がいっぱい入ってるっていう感じですね。で、まあ、パソコンと、そしてこちらがね、こちらのバッグが新たな森脇の相棒っていうところですね。まだこれちょっと中身を開けてね、紹介したいなと思ってます。はい、なんか特別なバッグっぽいでしょ。まだちょっと皆さんお楽しみにしといてください。そしてこれが延長コードで、まあジェル、そしてスピーカーですね。で、このインソールちょっと出そうかな。じゃん、こちらインソールなんですけど、まあ今日練習で入ったんで、そのまま自分で、持ってきたっていう感じですね。まあチーム荷物も送ってもらえるんですけど、まあもう昨日チーム荷物は出発してるんで、まあ今日自分が履いて、明日も必要なものは自分で持ってくるっていうスタイルですね。はい、インソール。まああとは小物、香水、コロコロ、足の裏をほぐすコロコロ。で、まあ、エアポッツっていう感じですね。はい、ちょっと面白みはないんですけど、このアイテムたちを森脇は持参しました。ということで、森脇亮太のバッグの中身紹介終えたいなと思います。はい、皆さん、今5時45分ですけど、これから18時から、夕食なんで、夕食に向かいたいなと思います。なんかもう帽子かぶってたし、髪がもうぺっちゃんこで、なんか変な感じだ。これから夕食で、もりもり食べていきたいなと思います。だいぶお腹減ったんで、しっかり食べて栄養つけていきたいなと思います。いってきます。まあ、納豆、お疲れちゃん、お疲れ様です。夕食会場です。今日の夕食
きおじちゃん夕食から部屋の方に戻ってきました。お腹いっぱいだ。めちゃくちゃもりもりいっぱい食べました。なんか今年からかな、コロナもだいぶ緩和されて、今まで、一人一席で、ご飯を食べてたんですけど、まあ、今回からこの遠征から、丸テーブルになって、5人ぐらいで、食卓を囲むっていうスタイルに戻りましたけど、まあ、本当に久々に、こういう今まで通りの日常が戻ってきたなっていう感じですね。まあ、こうやってね、みんなとワイワイご飯食べるのもコミュニケーション図れるし、非常にいい時間になったかなと思います。はい、夕食食べてね、これからもうちょっとしたら、治療してもらうんですけど、それまでちょっと時間があるんで、またゆっくりしたいなと思います。はい、それでは皆さん、後ほど今から治療の方に行っていきたいなと思います。時刻は7時半過ぎですね。はい、今から治療に向かって、ちょっとトレーナーさんにね、体のメンテナンスをしてもらいたいなと思います。それでは治療の方に行ってきます。今日はちょっと治療ババトレーナーによろしくお願いします。今日スペシャルメニューでお願いします。5分で短いな、もう6分でいい、6分お願いします。はい、いやー、治療やってもらいました。ばあちゃん助かった。もう明日はもう全力で頑張るわ。ああ、任して、ばあちゃん行くよ。ありがとう、ばあちゃん、グッナイ。今ババトレーナーの方に体をチェックしてもらって、部屋に帰ってきました。これからちょっとお風呂に入って、しっかり今日一日の疲れを取りたいなと思ってます。それではお風呂に行ってきます。今お風呂入って、これから、ちょっとまあいろいろ寝る前の準備をして、寝たいなと。もう9時回ってるんで、明日は13時からの試合なんで、ちょっと朝も早いんで、もうちょっとしたら寝る準備を進めたいなと思うんですけど、その前にちょっとね、さっきトレーナーさんに体触ってもらったんですけど、自分でもちょっと筋肉張ってるところをね、ほぐしたいなと思ってまして、今日は、森脇の新たな相棒アイテムを皆さんに紹介したいなと思ってます。こちらです。じゃん、皆さん、こちらですね。はい、こちらは今シーズンから僕のサポートしていただくことになった高田ベッドさんのノバというマッサージガンですね。自分でも筋肉をほぐせる、持ち運びに便利なマッサージガンなんですけど、それをちょっと皆さんに紹介したいなと思ってます。じゃん、こんな感じですね。ちょっと見えるかな、皆さん。いろんなアイテムがあるんですけど、それこそメインに使う、この丸のマッサージガン、本当に、前も紹介したと思うんで、前のとはちょっと違うやつなんですけど、今度は、高田ベッドさんが作ってるのかな、高田ベッドさんのノバというアイテムなんですけど、まあ、本当にいろんな、この見てください、平らな分もあったり、ちょっとこれ腰かな、腰とかをケアするのとか、いろんなこのタイプがヘッドを変えれるんで、自分が張ってる部分に合わせてヘッドを組み替えて使うっていう感じですね。まあ、森脇はこの丸のヘッドを今メインに使ってるんですけど、まあ、これで筋肉をちょっとほぐしてから寝たいなと思ってます。本当にこのアイテムは皆さんにめちゃくちゃおすすめですね。まあ、運動する方にはもちろんおすすめなんですけど、運動しなくても肩こりとか足の張りとか腰の張りがある方には自分で、マッサージを行うことができる、まあ、こうちょっと電源入れてみようかな。電源を入れるとこういう感じで
振動が3段階に分かれてるんですけど、まあ、この振動で筋肉をほぐしてくれるっていうところですね。はい、ちょっと実践でやってみますか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと実践でやりたいんで、こうやって足の裏をやったりとかっていうところで、まあ、本当にこれ気持ちいいんですよね。ちょうどいい振動で筋肉をほぐしてくれるんで、まあ、手軽に自分でできるっていうのが一番このマッサージガン高田ベッドさんのノバのいいところでもあるっていう感じですね。ぜひよかったら皆さんもこれこのアイテムをね試してもらいたいなと思ってます。ちょっとこのアイテムを筋肉に当てて、ちょっとほぐして寝たいなと思います。まあ、寝る前にちょっと一言コメントをねまた残したいなと思ってるんで、皆さんもう少しお付き合いください。よろしくお願いします。おー、いい感じで来てる。足裏気持ちいいな。はい、皆さん、今時刻は9時半なんですけど、これから寝る準備をしたいなと思います。まあ、ちょっと早いんですけど、まあ、明日試合が、ね、13時、1時の試合なんで、まあ、朝もちょっと早く起きてね、身支度しなくちゃいけないんで、まあ、早めに寝て、コンディションを整えたいなと思ってます。はい、13時からの試合ですけど、森脇あんまり13時の試合はね、好きじゃないというか、苦手ですね。苦手？うん、まあ、あんまり、得意な時間帯じゃないですね。まあ、僕的には、16時とか、それぐらいがベストなんですけど、まあ、1時の試合だとね、朝もどうしてもバタバタしてしまうんで、森脇にとったら嫌な時間からの試合ですけど、まあ、最善のね、準備をして、臨みたいなというふうに思ってるんで、今日早いですけどちょっと早めにね、寝て、明日に備えたいなと思ってます。まあ明日は開幕してから3試合目ですけど、今2試合戦って1分け1敗ということで、まだ勝利がないんで、明日アウェーの地ですけど、しっかり勝って帰りたいなと思ってます。そのために今日からいい準備をして過ごしたいなと、眠りにつきたいなと思ってます。はい、ということで皆さん、いい夜をお過ごしください。それでは森脇就寝したいなと思います。皆さんおやすみなさい。皆さんおはようございます。今時刻は、6時50分なんですけど、これから、チームの検温もあるので、まあ、検温をして、朝食に行きたいなと思ってます。朝早い、眠たい。それでは朝食に行ってきます。はい、皆さん、今は8時半頃なんですけど、まあ、朝食を食べてちょっとゆっくりをして、ゆっくりしてて、これからシャワーを浴びて、軽食を食べて、出発する準備を整えたいなと思ってます。はい、ということで今日の鳥取の天気はですね、こんな感じです。じゃん、鳥取の天気は今日は晴れてますね。いい天気です。この快晴の中、今日はピッチを駆け巡りたいなと、駆け巡り違うな、駆け回りたいなと思います。はい、ということで、これから準備をしていくので、また出発前にカメラを回したいなと思います。それではシャワーを浴びていきます。レッツゴーシャワー。はい、皆さん、これから、軽食の方に行ってきたいなと
思います、試合前はね、大体軽食を食べて、その後ちょっとだけゆっくりしてミーティングして、出発という流れなんですけど、今から軽食に行っていきたいなと思います。はい、あの軽食が帰ってきてね、また、カメラを回したいなと思ってるんで、皆さんまたよろしくお願いします。はい、皆さんどうもです。試合に向けての準備が整いました。今日は13時から鳥取で、鳥取と試合をするんですけど、まあ、これから、ミーティングをして、今10時過ぎですけど、これからミーティングをして、出発してスタジアムの方に向かっていきたいなと思います。はい、今日はね、J3 リーグ第3節アウェーでの試合ですけど、本当に今日の試合は重要だなと。まあ、鳥取もね、2連勝して調子がいいチームなんで、今日の試合自分たちが勝つか負けるか引き分けるかで大きく順位もね変わってくるし、勝ち点も変わってくるので、まあアウェーですけど必ず勝ち点3が必要になってくる、そういうゲームかなと思ってます。アウェーで戦うけど必ずね勝利をもぎ取って愛媛に戻って、帰りたいなと、愛媛に戻りたいなと思います。まあ今日の試合のね、僕の中でのテーマはとにかくチャンスをどれだけ多く作って、そのチャンスをものにできるか、それが大きく試合を左右するというふうには思ってるんで、まあ、自分たちがボールを握ってる時間帯が比較的多くなるのかなと予想してますけど、まあ、そういう時間帯にしっかり攻め切って、得点を奪えるチャンスを数多く作っていきたいなと。あとはチーム全体として、無失点にこだわる、そこはトライしていきたいなと、みんなで高い意識を持って取り組みたいなと思ってます。まあ、鳥取の、ね、カウンターも怖いんで、その辺の対応もしっかりしていきたいなと思います。とにかくさっきも言ったように勝って愛媛に帰りたいなと思っているので、皆さんぜひ応援してください。たくさんの方がねスタジアムに後押しをしに来てくれると思いますけど、その方たちに勝って喜んで帰ってもらえるように僕らも必死こいで頑張ります。はい、ということで、今から試合の方に向かっていきたいなと思います。行ってきます。頑張るぞ。勝利あるのみ。
来たね、ちょっとグータッチ行こう。ういどうだったあの今シーズン初ゴールめっちゃ美味しいわ。ポンジュースねうまいよ。やっぱ気持ちよかったゴール。ポンジュース美味しいです。いいねまた宣伝するじゃん本当。ゴール気持ちよかったですね。気持ちよかった。もうちょっとこっからドバドバ出してよ今日は。みんなのねもう熱い気持ちが、ソネのセクシーな体も映ってる。またリキ頑張ろう。ソネがやっと俺にボール出してくれたさやっとね、まあ、いいアシストやったよね。後輩を最初から出せて俺に後輩確かに、うん、後輩いっぱいあるよな。教授もそうやしね。ちょっとリキまた頑張っていこう。オッケートキいい準備だったよトキ、また2回呼ばれました。でもなくなったそれはおもろい。直前に気合入りました。まだちょっとこれからね一緒に頑張っていこうや。キャージェー疲れたやばいし乳酸地獄で勝利。なんで逃げようとしたのよ今。写真写ってたらいいよ。シュシュセいいね。後ろと思って今え、来た、ババトレーナー、ババトレーナー、もう同級生、もう大好きだよ、ババちゃん、大好きだよ。俊介、一人で、写真入れなかったんで、それはおもろい。まだ、ドイちゃんの格好のネタよ。ダルカミー、ナイスプレー、ナイスナイス。戦ったね、相当疲れたよ。もう両さん中心にもいやいやいや、助けられたよ。中盤はもう本当に守備を奮闘しました、今日は。いやいや、匠助けられたよ。また頑張っていく、ね。いやー朝日ナイスプレー。ナイス。疲れたねほんまに。朝日ごめん、先に交代してもう監督ちょっと厳しいです。途中でナイスプレー。朝日ナイスプレー。ちなみに森脇のこれはロッカーです。スパイクありがとう。本当にいつも助けられてます。おめーいいね。今日も走ってたね。いいよ。ファイト。ファイト。え？ゴーフ欲しい。ゴーフ。ゴーフ欲しいね。帰り俺がジュースおごってるから。もうそれで帰りできるやろ。弱いな。そらナイスプレー。素晴らしい。もうまた頑張っていこうよ。モリカに怒られました。え？青春になって何とか怒ったっけ？モリカもっとここ入ってんじゃったら、うん、お前がもっとここつけろ。確かに確かにね。怒ってないのよ。アイディアの提供。また頑張ろう。はい、いやツーセンターバック系ね。あまた頑張っていこうよ。はい、あーし。え？まだ話しちゃった。いやフルスじゃん。ずっと待ってたの。どうやったフルス？待ってくれてた。フルス対決やった。毎回勝つんだよ俺。マジでフルスの対決すごい、はい、じゃあそのジンクス継続、ま、継続。さすが持ってる男は違います。 YS もやってます。 YS もね頑張ろうよ。またここから頑張っていこうみんなで。いや2人でああポンジュースシューマー飲んでるし、ケンタさんはもう栄養をリカバー早い。さすがナイスゴール。いえ決めてないの、決めてないのよ。もう終盤バカ足ガタしててケンタさんだいぶ迷惑かけたけど、ちょっと待ってこれから頑張っていきましょう。よーしみんなソネのこれ勝ったよ。ちょっとババちゃんの頭だけ取っとこうか。いいのよっしゃー。いやー皆さん今日の試合疲れました。あー鳥取バードスタジアム、本当にここのスタジアムも素晴らしいスタジアムですね。もう本当にサッカー専用スタジアムなんで、
お客さんとのこう距離が近いっていうのはやっぱり選手として、ものすごく幸せな空間だなっていうのをプレーしてて感じましたね。今日はここに愛媛FCのファンサポーターの人が詰めかけてくれてね、たくさん詰めかけてくれて後押ししてくれたっていうのは僕らのものすごい力になりました。本当にファンサポーターの皆さんが勝たせてくれた、今日はそんな試合だったかなと思います。疲れた。これから5時間の旅、バス移動で愛媛に戻りたいなと思います。素晴らしいスタジアムに感謝です。バードスタジアムありがとう。堀脇選手、はい、お疲れ様です。お疲れです。疲れた。もうだいぶ疲労困憊って感じかな今。そうですね、まあ、本当に勝ててよかったなと、まあ、今日もね、あそこのゴール裏にはね、愛媛市のファンサポーターが埋め尽くしてくれてね、僕ら、選手を後押ししてくれた中で何としても勝利をね届けたいなって思いで戦っていましたけど、まあ、本当に90分終えて、まあ、2失点しましたけど3対2で勝利で終えられたっていうのでちょっとホッとはしてますね。もう全て出し切ったっていう感じです。はい、試合内容としては、うん、本当に前半から気持ちが入った、球際も戦って気持ちが入った、見てる人からしたら見応えのある、まあ、愛媛市もチャンスがあったし、鳥取の方も、ね、チャンスがあった中で本当に目が離せないような、そういうエキサイティングなゲームができたんじゃないかなと、まあ、これを本当に年間通して、ね、しっかり続けていきたいなと、自分たちのタフさを身につけたいなというふうに思ってるんで、まあ、非常にいい90分が行われたかなっていうところは感じましたね。はい、先制点、喜び、チーム全体でこう爆発したような、嬉しかった、本当にね、やっぱり先制点をね、待ってたし、また力がね、得点をしてくれたっていうのも嬉しかったんで、本当にチームみんなで、奪ったゴールだったなと、まあ、モデイ選手のね、素晴らしいクロスから力がヘディングで決めましたけど、まあ、みんなの思いが詰まったゴールだったかなと思ってます。気持ちよかったです。さっきも解説する件で、撮ったんですけど、はい、ゴール後、うん、森脇選手、乗ってくるの早いんじゃないかっていう、なるほど、出てたの、そんなワードが。そうなのよね、やっぱり嬉しいもんだって、嬉しいんでね、ゴールを決めた人のところにはね、すぐ駆け寄るってい ところが、まあ、森脇の真骨頂でもありますけど、まあ、本当にゴールはね、みんなで喜びたいなっていうのはありますね。はい、3点っていうのは結構ポイントなんじゃないですか。確かに3点取れたっていうのはね、大きかったなっていうところは感じてますよね。やっぱり最後のね、3得点目は PK でしたけど、それまでのカウンター、ショートカウンターで、いいパスからね、PK を得たっていう、まあ、その過程までが素晴らしかったんで、そういった意味ではこの3得点っていうのはチームの勢いを加速させる、そんなゴール、得点じゃないかなと思ってます。ね、もう本当にでも愛媛FCはね、一勝してね、たくさん喜ぶそんなチームじゃないんで、とにかく昇格できるようにね、勝ち星をどんどん積み重ねていきたいなと。まだまだ愛媛FCやるべきことはたくさんあるんで、これからもみんなで切磋琢磨していきたいなと思います。これからちょっと5時間の長旅で帰りますけど、しっかりこっちのね、栄養も取りながら帰宅したいなと思います。今日、まあ、ちょっと、うん、カメラ回していただければ。そう、カメラだいぶ回してるんで、ぜひ帰りのシーンもね、皆さん見てもらえたらなと思います。今日陽平君ありがとう。陽平君が来たけん勝利もぎ取れたよ。もうまた頑張ろう、頑張るぞ。お疲れ様でした。ありがとうございます。よし、ありがとう陽平君、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もしくサインサインサインしてこのために来ました。わ、マジですか。森脇さんと会ったんです。うわ最高。会えたにちょっとぼーっとしますけど、あら、なんか曇って大丈夫なんですか。またお願いします。あなた、また頑張ります。森脇さん、うわーうわー、インスタ見ましたよ。まだ終わってあげようと思って、嬉しい。京都から、うわありがとうございます。うわ、ありがとうございます。嬉しい、最初に。嬉しいね。うわ、嬉しい、嬉しい。ありがとうね、今日遠いところから。
ねえ、勝ててよかった、ありがとう。よし、写真撮れる。入る、ラコ、いける。すみません。嬉しいね、ありがとう。かわいい。よっしゃー、イエイ。はい、撮ります。はい、こっち向いて。はい、あ、こっち向いて。こっち、こっち、こっち。ありがとうございます、嬉しい、イエイ、頑張るね、イエイ、頑張るね、また応援してね、応援してね、嬉しいね、サンゴもね、調子いいし、ありがとう、頑張って、ありがとうね、気をつけておいてくださいね、ありがとうございます。今から愛媛に向けて帰ります。5時間の旅です。サポーターの皆さん、ありがとうございます。いつもこんな遠いところまで、嬉しいな。よし、帰るよ帰るよ帰るよ、帰りましょう。帰って帰る気持ちいいね。いいねいいね、最高、気分が最高。おっしゃ、ただいまトイレ休憩です。森くんはおしっこ漏らしそうです。おしっこやばいのよ、おしっこが来てる。いやー、撮ってる場合ちゃうね。いや、撮ってる場合じゃなかった。もうここで出てもええかな思って、急に急に急にピッてピコンって、長い長いバス移動です。バスの中では試合後こんな感じで過ごしてます。バスの中は長い移動なんで、今日の振り返りをダゾーンを見ながら見返してるところですね。松田選手もダゾーンを見ながら今日の試合を振り返ってます。みんなおのおのそれぞれの時間を過ごしてます。たくさんと行きや。いや、無事サンパーク松山に到着しました。リキ疲れたね。いや、めちゃくちゃ疲れたね。え、今日疲れた、やばいやばいね、はい、寝てない、はい、お疲れちゃん、もう皆さん、タカちゃんもお疲れちゃん、え、お、おむ疲れたね、ちょっと皆さんお疲れです。今9時前無事にサンパーク到着しました。いや、勝ってるとまだ移動も楽ですね。ね、それでは皆さん失礼します。